喋ろうみたいな。なるほど。フリートークもザフリートーク。もう始まってる？始まってます。すげえオフってたし。普段ね、皆さん仕事の話ばっかりしてるかもしれないから、まあなんか恋バラでもしようよ。もう一番好きでしょ。これがもう百戦錬磨のね。百戦錬磨じゃないって。戦国武将みたいな戦いをこれまで。で戦ってないから。すごい必死な恋愛してきたみたいな。やめてもらっていいかな。いやでも大江さんに多分一番お好きじゃないですか。なんか、うん、ね、なんかときめく瞬間とかをいろいろ話すじゃないですか。最近話しましたよね。たまにね、そうだね。ちょっと。キュンとした話に行く前にちょいキュンとした話。ちょいキュンの段階。欲しがりますね。欲しがりますね。最近の話ね。ここみんな知ってるから。サカッキーの話していい。サカッキーの話していい。大丈夫ですか。見てる人は二人に。サカッキーってあの、まあ、二人よくお世話になってるスポーツのね、はい、ディレクターだよね。はい、でこの前、私ちょっと佐野さんに用があって、あ今回 YouTube を担当してくれているディレクター佐野さんに用があって、アナウンス部5階にあるんだけど2階に降りてったの。2階に降りてって、で佐野さんの姿がいなかったから、サカッキーがこの辺にいて、あサカッキー佐野さんいるって聞いたら、あ今ちょっといないけど、もう少しで帰ってくるわって言われたの。あ分かったありがとうって言って、私は離れようとしたら、ねえって呼ばれたの。あ何と思って、そしたら。スカートめくれてるよって言おうか迷ったんだけどって言われて、スカートめくれてたって言ってもね、それがなんかこうパンツが見えたわけじゃないの。この辺がちゃんとこういう風にめくれてたのか。そうなんですね。あんまりこう口数が多くないでしょ、高木って聞いた。そうですね。ね、それなのにね、スカートめくれてることを、しかもみんなにバレないように、あ優しい、優しいですね。じゃあ、本キュンですか。本キュンしたいですよ。本キュンはじゃあ、いくつか言ってもいい？はい、どうぞ。じゃあ、まず1個ね。はい。第3位ね。第3位。第3位。ランキング形式らしいですよ。ドラムロールしますの。なんか知らないですけど。ランキング形式らしいですよね。で、これね、1位の前に番外編あります。長くなるでしょ。番外編じゃ苦労。3位は、もうお付き合いしてる人、はいはい、私のお誕生日の日に、その日はあえて駅での待ち合わせだったので、駅に私が先に着いて待ってて、はい、まあ、キョロキョロするよね。でもなんかなかなか彼はつけられなかったんだけど、はい、そしたら向こうから花束を持って人目も気にせず走ってきて、はいみんな人いっぱいいたんだけど、こうやってお誕生日おめでとうで花束をもらったこと。そんなことあります？ある花束なんか、あなたたちが出したこと。そうだよ。僕ね、一応この顔でね、あるんですこの顔でね、あるんですよ。勝負をかける日があるわけですよ、うん、男は、うん、だからもうね、まず全身くまなくちゃんと塩でね、清めよし行くぞと、これから戦場に行くぞと、気合を入れて一世一代のみたいな、うんうん、で行って渡すだけですよ。どのタイミングさ、タイミング、これまた帰る時に渡すんですよ、駆動。なるほど。そう、車の、要はトランクに花束隠し、積んでるパターンだ。付き合ってくださいって渡したの。それはもうその前に住んでますから、その花束。じゃあお付き合い OK ってなった後。いや、それも OK じゃなかったんですよ。いやでも、ノーでもなかった。何よ、どんな、何もうちょっと、もうちょっとあなたを知りたいと。話せるタイミング難しくなるじゃん。そうそうそう、だから難しいなと思って。そうだよね。でも僕も用意しちゃったから、持って帰るわけないし。どうしよっかな、みたいな。第2位。これは、まだお付き合いする前の男性の話。なんか食事に行ったのね、はい、私のお家まで、そのタクシーで一緒に来たのね。そしたら普通だったらバイバーイってやるでしょ、はい、降りるよね、私だけ、はい、だけどなぜか一緒に彼も降りたの。ほら、あれ私、でも私付き合う前にお家に人を入れたりとかしたくないから、いや降りられてもなって思ったの。そしたら降りて止まったんだよね。でタクシービューンって行って、
僕がここで降りたか分かりますかって、分かるって言われた、はい、分かんないなって思って、そしたら伝えたいことがありますって言われて、この道端で「でお付き合いしてください」って言われたの。ちょっとかっこよかったんだよね。紳士じゃない、紳士じゃない、誠実じゃない、そうじゃない、いや、思います、思いますっていうのが私がキュンとした第2。すごい、今だけこう、今だけ手出してこんなことする人いるんだなって、まあ、ね、すごい、なんかドラマとかさ、漫画の世界だよね。そうそうそう、本当に出たいんですよね。では、番外編逆にさ、こいつダメだったなっていうのはあるこれはないわ、あるあるある、まあ、それね、知りたい、知りたいよ、大家さんのね、ダメな人いたな、なんかもう全部波長合わないみたいな人がいて、そのドライブしてる途中もなんかね、好きな曲が合わなくって、で彼が聴きたい曲と私がノリノリになる曲が違って、私がこういう曲とかかけて、ねこれ良くないって言っても、あ、俺わかんないんだよねとか、いやわかんないって言ったら話終わっちゃうじゃんと思って、話が続かない感じの、そうそうそう、盛り上がらない感じですね。もう本当小樽までの道のり退屈だったもん。小樽まで行ったもんそれはちなみにどうでもいい話ですから、うん、高速ですか、下道ですかこれはだいぶ差が出ますよ確かに下道だったから時間かかりますね、これきつい。ドライブデート大切だよね。いや確かに分かりますけど、何のドライブデートの思い出あります、あります。で、ちょっと心が痛かったのは、あの曲の話あったじゃないですか、うん、僕はバリバリのロックが好きなんですよ。あー、これに合わせて、いや、相手の尊重しますよ。 K-POP が好きだみたいな、ジャニーズ好きだ、わかる、うん、そうなんだってかけてるんですけど、それ以上、え、じゃあ理想はロックかけてていかないやっててほしいってこと。あれですよ、もう2人で要は助手席乗っててみんなこうやってしてるそういうことをやりたいってこと。そういう事故、危ないよ、見えなくなっちゃうよね。ダメだよ。ちょっと、じゃあちょっとまたこれ番外編その2みたいな感じね、はい、これはキュンとするかっていう、お家で2人で行って、はい、2人で行って、だから他は誰もいないんだよ。じゃあ彼がパソコンをやってます、なんか調べ事とか、別に仕事じゃなくてね、なんか調べ事とかやってて、で、ここに彼座ってるでしょ、で、彼女が来て、こちらから誰だって言ったの。どう、そういうこともやってこられた感覚悪いです。どう、誰だ、え、2人しかいないですよ。どう、誰だもクソもね。ひどい。第1位これはですね、特に女性の皆さんは共感してくださると思うんですけれども、ここに彼が座っていて、まあ、ソファーとかね、はい、座っていて、ここの床にちょこんって座ってお風呂上がり髪の毛を乾かしてもらう、これが1位です。男性って髪の毛短いじゃない、はい、一生懸命長い髪をきっとわからないであろうブラシとか使いながら一生懸命乾かしてくれてるのにキュンとする。その姿がいいんだ、その姿が。だから私はここに座りながら、あのここに彼がいたら鏡で見る、あとなんか見ないのって言われる、見ないのって。あ、そっか、こっちを見るなってこと。あ、見ないの、あ、そういうこと。いや、未だにちょっと信じられない。え、なんでなんで。いや、でも髪の毛かわしたかしたことぐらいあるでしょ。あ、あるんだよ。僕はありますよ、この顔で。いや、そんな。どういう状態で乾かした。僕はあれです、洗面台の前です。僕の使ったドライヤーが結構古かったんですよ、うん、中の線がショートしちゃって火出ちゃったんですよ。そんなことあります。火出たんですよ。もう俺使ってる時出ねえのにと思いながら、長いからだ。そう、長時間こうやってるから火出て、なんか焦げ臭いねなんて言いながら
本当良かったのがその髪の毛何も傷まずに、うん、あ、よかったよかった、それは良かった、それは一番ほっとしました、燃えてたらね、本当冗談じゃ済まないでしょ。しかも髪、女性はね、結構髪大切にしてるからね。そうですね、まあでもね、まあ未来に向かって頑張んなきゃいけないからね。そうですよ、そうだ、だからもう過去のね、キュンキュンにすがりついてる場合じゃないわけですよ、うん、ランキングしてる場合じゃないっすよ、自分みんな理想高いよね、大井さんは高いですよ、高いよね、私全然私のこと好きって言ってくれる人だったら本当に誰でもいいと思って、本当ですか、なんかやってほしいな、なんかなんだ彼氏募集みたいなあるよね、なんか何それ、え、あ、じゃあなんか岡村さんの彼女募集しますとか、あ、番組でやること、番組で本当に私の彼氏を募集していただきたい俺はダメでしょ、公共の電波で YouTube でもぜひ YouTube で言ったら告知じゃない、告知じゃない、好きなタイプ、好きなタイプ、条件、条件と条件さん、好きなタイプと条件、自己 PR、 皆さんこんにちは、はじめまして、大井彩香と申します。現在札幌に住んでいて、出身は東京都です。年齢は30歳です。好きなタイプは、お仕事を頑張っていてとっても尊敬できる方です。そして心が穏やかで家族を大切にする方、そして私を大好きって言ってくれる方です独身です、よろしくお願いしますこちらまでどこに、ない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 ですよね、ご連絡ください、なんか出したいって携帯番号携帯番号